皆さんこんにちは。活動休止中のタレントフワちゃんの近況がここに来て聞こえつつあります。8月4日芸人やすこさんのやすこオリンピック生きてるだけで偉いのでみな優勝ですという X のポストを引用し、フワちゃんがあまりにもひどい暴言投稿をしたことで批判が殺到。後にその不適切投稿の場にお笑いコンビ A マッソの加納さんがいたこと、加納さんが最初にやすこさんの投稿を発見しフワちゃんを焚きつけたという報道も出て物議を醸しましたが、問題の投稿を行ったフワちゃんは芸能活動を休止、出演していたスマートフォン Google ピクセルの CM からも降板し、テレビ番組からも不自然に消されるなど、現在芸能界から事実上の退場処分状態になっています。そんなフワちゃんは東京渋谷区内のマンションに構えていた事務所を移転させていたといいます。フライデーデジタルが報じたもので、これまで事務所は渋谷駅から徒歩5分ほどの一等地に立つ物件に入っており、家賃は月10万円程度だったといいますが、騒動から1ヶ月ほどが経過した頃に引き払ったといいます。10月11日付で渋谷の事務所を引き払い、神奈川県内の商業ビルへと移転。5階建てのビルの2つのフロアはレンタルオフィススペースになっており、1階にはレンタルオフィスの郵便ポストが100以上並び、その中の一つにフワちゃんの個人事務所名の記載があったと記事では伝えています。またフワちゃんはタレントの朝日奈央さんの結婚式に参列。朝日さんの結婚式については10月13日タレントの菊池亜美さんが自身のインスタグラムを更新し、アイドルグループアイドリングで共にメンバーとして活動した朝日さんの結婚式に参列したことを報告。朝日さんのウェディング姿や元メンバーとの集合ショットを投稿していました。結婚式の模様は週刊女性プライムとスマートフラッシュでも報じられており、一連の記事によるとこの結婚式にフワちゃんも参列。朝日さんとはプライベートでも親交があり、フワちゃんは3月にも滝沢カレンさんとのスリーショットを公開していました。結婚式に参列したフワちゃんはいつものカラフルなファッションではなく、全身黒で統一したシックなコーディネートで参列。多くの参列者が徒歩やタクシーで会場に足を運んでいましたが、フワちゃんは自転車で駆けつけたといいます。到着すると同じく招待されていた青山テルマさんと合流し、会場へと入場していったと記事では伝えています。参列者の SNS 投稿ではフワちゃんの姿は確認できませんよね。うまくカットされたり、一般参列者と同じようにぼかし加工されてしまったのではないでしょうか。まあ写っていたら結婚式の主役である朝日さん以上にフワちゃんの方が目立ってしまいますからね。参列者もそのあたりのことを気遣ってフワちゃんを消しゴムマジックしたということなんでしょうね。フワちゃんが活動休止してから70日ほどが経過していますが、 X にはそういえばフワちゃんっていつ復帰するんだろう、フワちゃんを復帰させたいやつなんていないし、復帰させたところでメリットないから心配すんな、もうフワちゃん見たくないんで復帰させないでと復帰について語るポストも少なくありません。当然ながらすぐの復帰は難しいでしょう。本人もさすがにすぐの復帰はできないだろうと判断し、経費削減のために事務所を移転したと思われます。フワちゃんにはマネージャーがついてはいますが、基本的には何でも自分で決めて動く人、事務所の移転も本人が決めたと見られています。そんなフワちゃんですが、現在はヨーロッパの東の方のある国に滞在しているといいます。やすこさんとのトラブル前から海外移住すると宣言していましたし、今年4月には実際に海外生活をスタートさせていましたが、海外で生活しながら語学の勉強もしているようです。その国は観光客が多く訪れる国ですので、英語の学習も容認にできるでしょうね。そして朝日さんの結婚式には今滞在している国から一時帰国して参加したんです。芸能界にはすぐに戻れないという事情もあり、しばらくは海外での生活が中心となっていくのでしょうが、実は
フワちゃん自身は芸能界に戻ってくる気満々だと言いますよ。それもできるだけ早く戻りたいと思っているそうなんです。前述のフライデーデジタルの記事では、事務所を移転した理由について、いつか復帰する可能性を考え、コストを抑えて形だけは事務所を維持したいのではないかと推測しています。事務所の件もそうですが、フワちゃんは自分で全てを決めていく人ですから、芸能界テレビへの復帰計画もマネージャーや周囲にどうこう言われるのではなく、自分で考えて進めていると言いますね。朝日さんの結婚式に参列したのも復帰への足がかりの一つではないかと関係者の間では話されています。そもそも現在滞在している国から日本に一時帰国し、結婚式に参列してまた元の国に戻るというのはなかなか大変で、時間とお金がかかります。実際に報じられましたが、写真を撮られて騒ぎになるリスクもありますからね。にもかかわらず、フワちゃんが結婚式に参列したのは、もちろん友達の朝日さんの結婚を祝福したいというのが最大の理由でしょうが、芸能関係者テレビ関係者とのパイプを切りたくないという思いもあったからと見られています。海外生活を続け、日本の芸能界との関係が薄まっていけば、彼女の復帰を後押ししたり手を差し伸べようとする人も減っていきますからね。そういえばフワちゃんってタレントいたよね、や海外にずっといるらしいね、と存在を忘れられてしまうのはまずいということでしょう。朝日さんの結婚式には複数のタレント、芸能テレビ関係者も参列していました。そういった場にしっかりと顔を出して、今も元気にやってます、戻る気満々ですというアピールの意味合いもあったのではないかと見られています。ちなみに日本の芸能界では、不適切投稿の瞬間に同席していた A マッソ加納さんはレギュラーの正解のないクイズには出演していますが、その他テレビ番組で目にする機会は減っていますよね。 SNS にも加納さんに対して厳しい声が寄せられています。そんな中、フワちゃんはできるだけ早期の復帰を本気で画策していると。ただいざテレビ復帰となると、本人は当然最初に出演する番組自体が大炎上してしまうのは間違いないでしょう。その点が復帰にあたっての最大の壁になるはずです。その壁をいかに突破するか、炎上を最小限に抑えるか、そうした荒れない復帰戦略をヨーロッパの東の方の国で練っているといいますね。そして朝日さんの結婚式に出席していた、その裏では有料サブスクリプションを課金状態のまま塩漬けにしており、会員からは説明を求める声も上がっています。フワちゃんは活動休止後 SNS の更新も止めました。その中でも疑問視されているのが X 旧 Twitter の有料サブスクの塩漬けです。有料サブスク会員でもあるテレビ局関係者の話では、フワちゃんは4月月額400円で有料サブスクの運用を開始しました。同時期に海外に在住するようになり、現地での生活などを投稿、活動休止後有料サブスクの投稿も止めています。月額料金が高いわけではなく、会員は熱烈なフワちゃんファン、通称フワギャルが多いようで、投稿が止まっていても推しの生活費の足しになるのであればとばかりに不満はないようです。とはいえ全員がそういうわけでもありません。前室の会員は2ヶ月以上投稿がないのに課金している状態。フワちゃんはこのあたりを説明した方がいいと思われます、と求めました。活動再開の時期は未だに明らかになっていません。不適切投稿の相手だったやす子さんは後日酒のつまみになる話に出演。俳優の東出昌大さんとトークする中で、一連の騒動について当事者間で終わることなのでね、よその人があまり言うのは違うかなとは思いました、と語っています。現在ヨーロッパの東の方のある国に滞在しているとされるフワちゃん。そんなフワちゃんに A マッソの加納さんのように極秘結婚しているのではないかと注目されるようになりました。実はフワちゃんについて検索しようとすると、フワちゃん結婚という関連ワードが出てきます。しかしこれは
フワちゃんが自身のラジオ番組で A マッソの加納さんの極秘結婚について語っていたことから、フワちゃん結婚という検索ワードが出てくるようになったようです。実際フワちゃんが結婚しているという事実はありませんでした。フワちゃんは結婚していない。フワちゃんは未婚で現在も独身だということが言えるでしょう。けれどフワちゃんは現在までにいくつかの熱愛の噂がありました。一人目は長崎修正さんです。長崎修正さんは放送作家でフワちゃんの相棒です。 YouTube 動画のカメラマンや企画編集を務めている方のようです。フワちゃんを見出しスターまで押し上げたフワちゃんの影の立役者だと言われております。実際つきっきりで動画内でも仲睦まじい姿を見せているので熱愛の噂が立ったようです。あまりにも噂が立ちすぎたためフワちゃんが動画内であいつはただの友達と明言しておりました。いくら仲が良くても恋愛関係までは発展しませんでした。良い友人でありビジネスパートナーという素敵な関係性ですね。二人目はヒップホップユニットであり YouTuber のアバンディーズの釣り目さんです。こちらはある動画がきっかけで交際の噂にまで発展しました。それは YouTube のドッキリ企画のものでお付き合いさせていただいておりますという名の動画でした。内容を見ていない一部のユーザーが勘違いし交際の噂にまで発展したようです。実際は動画内で嘘です、付き合っていませんとしっかり交際を否定しています。ちなみにリメさんはフワちゃんの弟にそっくりらしいのでどこか可愛くてほっとけない存在なのでしょう。3人目は東大王などでおなじみのクイズプレイヤーで YouTuber の伊沢拓司さんです。お二人はフワちゃんのオープンカーに乗車し帰宅という報道が出て噂になりました。しかし実際は仲の良い友達とお二人ともに否定されています。もともとあまりにも仲が良いのでカップルと間違われることが多いようです。それほどまでに仲がいい異性の友達というのは本当に素敵な関係ですね。フワちゃんは男性と仲良くするのが上手な人格の持ち主であることが考えられます。現在恋愛はしていないというフワちゃんですが、フワちゃんはどういった人がタイプなのでしょうか。フワちゃんの過去の発言では、再現 VTR 共演した外国人がかっこよかった、ハリウッドスターが好きなどと発言しているので外国人の方が好きなのかもしれませんね。ちなみにララランドのライアン・ゴズリングが特に好きなようです。フワちゃんは小学2年生から小学4年生までロサンゼルスで暮らしていました。短い期間ですが帰国子女なので外国人に惹かれてしまうのかもしれませんね。ちなみにこんな発言もしてます。金持ちと結婚したい、歯に気抜きせぬ発言も魅力のフワちゃん。天真爛漫で男女ともに人気者のフワちゃんなので、どんな人と恋愛に発展するのか楽しみですね。適当そうに見えて実は戦略家だとも言われるフワちゃん、さすがに年内の復帰はないでしょうが、気づけば来年また普通にテレビに出ているのかもしれません。今後の展開から目が離せません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。